はいお元気でですすの、えー、本日はもうちょっと夜中の0時になりおります。はいということでですね、ちょっと音,音源も悪いと思いますけれども、よろしくお願いします。 はい、ということで,で、すね、えー、今日は、えー、名泉高校の生徒ですね、最近入ってきているような子たち、ちょっとびっくりするぐらいに力があるんですよ。で、えー、実際にですね、ずっと前から教えているような子たちですね、はい、そういう子たちがですね、やっぱどんどん追い抜かれていくんですよね、今、ずっと指導してて、よく分かります。我々指導してると、えー、その名泉高校の生徒たちのそのスピードね、どんどかどんどかいくわけですよ。で、同じように教えているのに、 まあやっぱり普通の高校ですね、やっぱりその布説とかラサールの生徒じゃないような、まあ、名前高校とかを含めてですね、そういう生徒じゃないような普通の高校の生徒たちってなかなか前に進まないんですよね、うん、だからもう本当に進路の進み方が2倍ぐらい違うんですよ。 だから、その7月に入会してきてね、もうそれこそ4月とか3月とか2月とかから入ってきてるような普通の高校の生徒たちをどんどん追い抜いていってますから、はい、この追い込みね、今やってるところを感じているのは、やっぱりですね、あの普通の高校の生徒たちだと、よっぽど前から始めないと、高2とか高1とか、あるいは中学生の頃とかね、もっともっともっと前の方から始めておかないと。 とてもじゃないけどね、今、普通の高校の生徒たちが、九大行きたいですとか、医学部行きたいですとかいう,うに言うんだけども、とてもじゃないけれども、難しいよっていうことですね。はい。なんでかっていうと、やっぱり上のレベルの生徒たちね、九大とか医学部とか受かっていくような子たちっていうのは、本当にね、あの追い込みがきく子たちなんですよ。やっぱ教えててよくわかります。だからもう追い込みがすごくかかるので。 もうこれね、あの逆転されますよ。本当、追い上げられてるよってうですね、はい。で、やっぱりね、ちょっと、今日は普通の平日のチャンネルなので、まあ、 いくつかね、そのポイントを押さえていきます。はい、一つ目、物忘れ、物物を忘れないということね。忘れ物忘れで忘れ物をしないということですね。筆箱を忘れたとかですね、そういうような子たちが結構います。消しゴムを忘れたとか、まあ、個別指導今やってるんですけどね。そうやって普通の高校の生徒たちをやるんだけど、名前高校とか節とかラサールとかね、こういう子たちを個別指導したときには忘れ物なんて絶対しないんですよ。はい、そこら辺が一つですね。それから授業を始めたときにやっぱりモタモタ。 するんですよ、普通の高校の生徒ではね。はい、いや、こっちかな、いや、こっちかな、いや、こっちをやろうかな、あっちをやろうかな、みたいな感じ。もう、ここら辺がもう、名前高校とかね、布設とかラサルの子たちでね、今日はこれやります、これです、これやってください、この問題が分かりません、みたいな感じで、パッパパッパとですね、あのー、やってる、あのー、そこら辺がですね早いんですよ。はい、ということで、それから、あのー、これね、東進の荻野綾子先生が、 久留米大学に来てもらってね、でその体験授業をやってもらったときに言われた話なので、非常にこう印象的だったんですけれども、もう消しゴムをかけない、消さないということでね、すぐ消そうとするんですよ、いやそれ違うぞっちな感じでね、こうやって個別指導をやってると、もうぱっと消しゴム出してね、パッパッパっと消そうとするんで、ちょっと待てと、それ残せということで,ですね、これ大事なことなんですよ。 うん、だから、明前高校とかね、布施かラサールの子たちに勝ちたいんだったら消さないっていうことですね。消しゴムをかけないっいうこと大事ですよということをお伝えしておきます。はい。それからですね、答え合わせをね、あのさせるわけですよ、ね。答えあるだろうっていうことで、ね、問題集とか参考集とかのね。 答え皆さん言って答え合わせをさせようとすると、もう答え合わせできないんですよ。なんで答え合わせできないのっていう風に言いたくなるんですけれども、本当にねあの、自分の答えが間違ってるのに丸つけるんですよ。ちょっと待てというようなことで。あのー もっとね、正確に答え合わせしなさいよってゅうんですけどね、はい、だからもうそういう名前高校生が、ね、あるいは施設スかラサールの生徒が1分か2分ぐらいでやってしまうような作業を、やっぱりね、10分ぐらいかけてこうやってるんですよ、普通の高校の生徒たちはね、ものすごくあのスピードが遅いんですよね。 はい、でこの原因はやっぱり高1高2からスタートしてないから、まあ、あるいは、ねえー、もっと早くから、ね、スタートしておかないと、やっぱり、ね、高校3年生から大金かけて、ね、えー、その100万とか200万とか持ってきてね、でこれでなんとかやってくださいという風にやるんだけれども、やっぱりなかなか前に進まないというのがあります、はいで。あとね、それからやっぱり切り替えが早いです。 あのこれはもう前にもね、あの話してると思いますけれども、入試の時にね、切り替えが早くないといけない幼稚なことなんですけれども、もうとにかくね、ぐずぐずしてるっていうのがあるんですけれども、この問題ね、あの間違ってるの、間違ってるっていうのがですね、間違ってる幼稚なことで言うんだけども、そこでこうなんかね、あの次の問題に移ればいいのに、さっきの問題がこう、なんたらかんたらでずっとそこでぐずぐずしちゃってるんでですね、すぐパッと気持ちを切り替えて、次に行かないといけないということですね。 何ちゅうのか、まあその、私が中学生の時の陸上部なんかでもですね、こうハードルそあの、障害物競争なんかを走っている時なんかに、その,その試合に。 帰ってきた生徒がですね、友達が、あの顧問の、陸上部の顧問の先生にめちゃくちゃ怒られた時があったんですよ。で、ハードル競争っていうかですね、障害物ですから、ハードルをこう飛び越えきれなくて倒したりする生徒だったんですよね、その子がですね。だったもんだから、その試合の時にですね、そのハードルを倒して、それで、 そこでぐずぐずしてたわけですよね。うん、でもうさっさとそこで、ね、倒したら倒したでしょうがないから、さっさと次に行けばいいのに、なんかもうヘラヘラ,ヘラヘラヘラしながら、なんかね、あ,あいたいただとかな感じでこうやりながらいい加減に走ってたもんですが、めちゃくちゃ顧問の先生が怒ったのがあったんですけど、やっぱそういうふうにですね、ちょっとハードルに足が引っかかったとっいうことに対して、ものすごくね、後ろを振り返っちゃうんですよね。後ろを振り返ってる場合じゃないと前だけ見とけってんなことなんですけどね。はい。ということで、ちょっとさーっと、あの、 話していきましたけれども、まあ、とにかくですね、施設とかラサールとか、名前高校の生徒とかっていうのは、まあ、そのうちなんかではね、例えば飲食コーナーであるんで、そういうの使いなさいって言ったら、本当使うんですよね。でも一般高校の生徒たちでなかなか遠慮してね、使わないんですよ。やっぱり遠慮するかしないかっていうのも大きいです。遠慮しません。ものすごく成績が上がる子たちっていうのはですね、この追い込みなんかで,ですね、もうとにかく見てて分かりますけど、遠慮しません。そこがもう本当に能力の差ではあります。はい、以上です。えー、とにかくすごいよねと。 はい、もうとにかく、名前高校生、すごいなっていうふうに今思ってます。すごい子がちょっと入ってきたので、やっぱ授業とかね、してるともう全然違います。はい、以上です。えー、最後まで聞いていただいてありがとうございました。気に入ってあげればチャンネル登録お願いします。下の方に私のブログ、私のン話ラーがありますので、よろしくお願いします。はい、ということで、以上です。